現在、韓国に導入されている F-35A ステルス戦闘機の気になるところといえば、やはり機密情報だろうね。一応米兵が24時間張り付いて監視している状況というのと、韓国仕様は外側だけが F-35A 戦闘機であることを視聴者の皆さんは知っているだろうか。日米ともに韓国を信用していないのが現実で、単に米国が売り込んだだけかもしれないという話もあるな。今回はそんな韓国仕様の F-35A 戦闘機について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。日本の航空自衛隊も調達を進めている米国ロッキード・マーチン社製の最新鋭第5世代戦闘機 F-35 ライトニング2戦闘機 A 型を、いまいち新日なのか反日なのか掴みづらいお隣の韓国でも40機を目標に調達中だね。韓国では当初総数60機の F-35 ライトニング2戦闘機 A 型の調達を検討していたこともあったようだけど、金銭的に無理が出て現在は40機に下方修正しており、2019年から2022年にかけて40機調達していたよ。そのうち1機は2022年1月、飛行中にワシと衝突してしまい、修理費が新規購入費を上回ることから廃棄処分が決まり、現在は39機を運用しているところだね。すると、前言を撤回するかのごとく、韓国防衛事業庁は2023年12月27日、軍の次期戦闘機導入二次事業として米政府と最新鋭ステルス戦闘機 F-35A の追加購入契約を同月8日に締結したと発表し、2027年から新たに20機の F-35A が配備される運びとなっているわけだ。この二次事業で追加の20機が配備されれば、空軍が保有する F-35A は59機に増えるということだな。韓国防衛事業庁は追加導入する20機について現在運用中の F-35A に比べ、脅威への対応、暗号保安、武装などの性能が大きく向上すると説明していたぜ。いわゆる兵装の搭載量が既存の 1.5 倍に増え、レーザー誘導式の精密誘導爆弾 JDAM など新たな武装も可能なんだって。また同庁の韓巡飛航空機事業部長は次期戦闘機二次事業により韓国型三軸体系の完成度を高められると期待すると述べていたよ。北朝鮮が保有する核ミサイルへの対応体制である韓国型三軸体系は、ミサイル発射の兆候を探知して先制攻撃するキルチェーン、発射されたミサイルを迎撃する韓国型ミサイル防衛体系 KMD、北朝鮮から攻撃された場合に指導部などに報復攻撃を行う大量反撃報復 KMPR から構成されているんだ。つまり高性能ステルス戦闘機はキルチェーンの中核を担うわけだが、この監視はまた、一次事業で導入された F-35A の性能を改良する事業も準備中であるとも伝えたぜ。こうした中で韓国は軽空母の保有計画を表明しており、確定か否かはまだ判然としないが、これに向けて短距離離陸垂直着陸可能な B 型も20機程度の調達を目指す方向で動いているらしい。2022年11月に韓米両軍が実施した大規模航空訓練ビジラントストームに参加するため、米海兵隊の最新鋭ステルス戦闘機 F-35B が4機、朝鮮半島南西部に位置するチョルラ北道にある在韓米空軍の訓山基地に着陸したよ。そこで日本の現状がどうなっているかというと、F-35 ライトニング2戦闘機の A 型を105機、B 型を42機調達することを決定しており、この数は今のところ本国アメリカに次ぐ2番目の多さとなっているんだ。韓国が B 型や軽空母建造の方向性を急ピッチで打ち出してきた背景には、日本の海上自衛隊が護衛艦出雲加賀に航空母艦化の改修を行うことへの対抗策としての意図が大きいのだろうね。ただし、B 型は世界的に見てもアメリカやイギリスが調達計画を引き下げる動きを見せていることもあり、ここに来ての韓国の動きはロッキード・マーチン社からすれば、ある意味でビジネス的にも大歓迎しているのかもしれないな。しかし、軽空母の開発に先立ち、韓国側がアメリカに要求してきた設計の前提に必要となる情報の開示を、ロッキード・マーチン社は契約後にしか明かせないと当然の対応を見せているのも事実だぜ。そもそも韓国は現在保有しているドクト級強襲揚陸艦の後継艦として、
従来の3万トン級の大型輸送艦建造を表明していたが、これは中国に空母保有だと思わせない表向きの配慮だと見られていたからな。それが日本の海上自衛隊が護衛艦出雲加賀の航空母艦化を事実上、明らかにしたことから、その対抗策として考えたものであれば中国の機嫌を損ねることなく、大手を振って空母保有が可能と考えたんだろうね。日本のように周囲を広い領海で囲まれているからこそ、中国軍の脅威に対して南西諸島の防衛には限られた陸上拠点からだけでなく海上拠点として、出雲加賀によって運用される B 型の必要性も納得がいくよ。ただでさえステルス性能の向上のため、F-35 ライトニング2戦闘機は燃料搭載量が限られており、B 型だけでなく A 型に関しても従来機より航続距離行動半径が短く、空中給油機とともに必須なんだ。また、韓国の領海の広さは日本の約 10% 程度と少なく、仮に北朝鮮の領海を含めても約 12% 強ほどであり、何かあっても十分に陸上の飛行場からの A 型の航続距離行動半径に収まるものと考えられているな。当然ながら政治的に韓国内で承認されるのであれば、日本側が別に口出しすることでもないだろうけど、ロシア製の地対空ミサイルを調達したトルコのように、韓国がアメリカの意に反しつつあることは懸念されるぜ。実はイタリアも F-35 ライトニング2戦闘機を A 型 B 型とも調達を進めているレアな国の一つだが、それにはおかけるかのごとく新型コロナウイルスの影響で中国経済の援助にますます依存しつつあるんだよね。韓国は完成品の F-35 ライトニング2戦闘機をアメリカから購入しているだけだけど、イタリアはヨーロッパ各国向けの同期の組み立て製造やメンテナンスを行う拠点、FACO ファイナルアセンブリー&チェックアウトラインを日本と同様に承認されているんだ。このことを鑑みるとイタリアから F-35 ライトニング2戦闘機に関する中国への情報漏洩も非常に危険性が高いのではないかと疑われ、韓国同様にその意味で日本にとっては脅威とも感じてしまうよな。イタリアの件で触れたように日本では三菱重工業が主となって、愛知県に F-35 ライトニング2戦闘機の組み立て製造やメンテナンスを行う拠点の FACO を開設しており、アジア地区の同期の整備を担当しているよ。搭載するソフトウェアを更新することで最新の能力が追加されていく F-35 ライトニング2戦闘機には、日々のメンテナンス以外のアップデートは必ずこれらの拠点で実行することが定められているわけだね。もちろん韓国はアジアの F-35 ライトニング2戦闘機保有国であるが、政治的にも感情的にも日本にだけは自国の同期を持ち込むことを拒んでおり、この点に関しても戦々問題化してくるんじゃないかな。日本の F-35 ライトニング2戦闘機の調達価格は、A 型 B 型の合計数147機の平均で1機あたり約120億円強に相当すると言われており、これは韓国より3割ほど高額らしい。日本の方が調達する機体数がはるかに多いにもかかわらず高額というのは理屈に合っていないし、もしくはアメリカの言いなりになっているだけだとの指摘もあるが、一応 FACO 解説を含んだものと解釈されているぜ。日本からすると軍事的には何を考えているわからない韓国は、インドネシアと共同で開発を行うはずだった国産の 4.5 世代戦闘機 KFX に関しても、インドネシアからはしごを外されてしまい、開発費の負担上からも窮地に陥っていたな。そもそも日本の約半分の人口にもかかわらず、ほぼ同額の軍事予算を捻出していることに対して、国民からもっと有効な使い方を求める声も一部からはすでに吹き出してきていて、それであれば日本の FACO を使うべきだろうね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。日本は2023年度の防衛予算案から従来までのその額を大幅に増額する方針を打ち出し、政権を担当する現岸田内閣は、2023年度から2027年度までの5年間での総額をおよそ43兆円規模にまで拡大させることを表明したよ。これが実現すれば最終年の2027年度の防衛予算案の額は、これまで冷戦期から暗黙のルールとして、
日本の歴代の政権が維持してきた対 GDP 比で 1% 以内という目安を超えて、同 2% の水準にまで引き上げられるな。今回はイージスシステム搭載艦の新造開始について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、こうした防衛予算額の引き上げは今でも一部の野党や団体個人から、これまで太平洋戦争の敗戦以後、長らく積み重ねてきた日本の専守防衛という理念を無にする行いだとして、多くの批判の声が上げられているよ。しかし中国による南シナ海や東シナ海を軍事的な勢力下に収めんとする動きの激化は、台湾有事やその際に派生するであろう南西諸島方面への脅威の高まりを前に、多数の国民からは防衛予算案の増額はやむを得ないと捉えられているんだ。これは選挙結果から見ても現政権与党である自民党と公明党が支持されていることからも裏付けられているが、2022年2月にロシアがウクライナへの軍事侵攻に踏み切ったことでさらにその承認につながった感は強いように見えるな。こうした状況下の日本において2024年度の防衛予算の概算要求では単体でことに大きな費用となる、イージスシステム搭載艦2隻の取得費用及び、それに関わる付帯経費として総額で4546億円が盛り込まれたよ。このイージスシステム搭載艦2隻は無論海上自衛隊が運用する艦艇となるものだけど、2024年時点で同隊は8隻のイージス護衛艦を保有運用しており、既存のそれらの艦艇との違いを認識しておく必要があるだろうね。既存の海上自衛隊のイージス護衛艦8隻は、建造が古い順に混合型4隻、アタゴ型2隻、マヤ型2隻で構成されており、いずれもアメリカ海軍のイージス艦であるアーレイバーク級ミサイル駆逐艦をベースに日本で建造されたものなんだ。これらのアメリカ海軍のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦や、海上自衛隊のイージス護衛艦がイージス艦と総称されている理由は、アメリカ製のイージス武器システムを搭載する艦艇であるからだよ。イージス武器システムは正式な名称は AEGIS ウェポンシステムマーク7であり、アメリカ海軍と現ロッキード・マーチン社が1960年代から1970年代に新たな艦隊防空を担う兵器システムとして開発を行ったものだな。ただし開発されたイージス武器システムは、当初の主目的であった艦隊防空任務に止まらず、レーダーセンサ類とデータリンクを可能としたコンピュータシステム、それに各種のミサイル等の兵装を連携させることで様々な戦闘に対処可能となっているぜ。これによりイージス武器システムは対空対艦対地等の各局面の戦闘に迅速に対処可能なものとなり、一度に同時対可能な目標の数は実に128箇所を超えると言われており、それら捕捉した目標から脅威度の高いものから順に10箇所以上を同時攻撃可能とされているわけだ。イージス武器システム自体の1セット分の調達費用はおよそ500億円程度と目されており決して安価とは言い難いものの、1960年代末からアメリカ海軍のタイコンデロガ級ミサイル巡洋艦やアーレイバーク級ミサイル駆逐艦全艦に実装されているね。タイコンデロガ級ミサイル巡洋艦は全27隻、アーレイバーク級ミサイル駆逐艦はすでに70隻以上が建造されているため、イージス武器システムの調達費用もその大量導入で能力に比してコストパフォーマンスは向上したとも言えるんだ。日本の海上自衛隊のイージス護衛艦は、2024年時点で8隻を保有運用中であることは前述した通りだが、実は2023年度以降の防衛予算案の増額に伴い、さらに2隻を新規に建造することも計画として計上されたな。さて、そんなイージス艦とイージスシステム搭載艦の違いだが、後者は2020年6月に当時の河野太郎防衛相が、これまで導入する方向で進められていた、陸上配備型のミサイル防衛システムである、イージスアショアの計画を急遽中止したことに伴い、その代替策として新造が決まった艦艇だね。それまでイージスアショアは日本の山口県と秋田県の2カ所に配備する計画で、およそ4500億円の費用を投じるものだったんだけど、ミサイル本体を加速させるためのブースター部分の落下位置を制御することが困難との理由で中止が発表されたよ。当時の2020年も現在の2024年でも、
日本のミサイル防衛は8隻を有するイージス艦が搭載する迎撃ミサイルによって、中高高度では担うこととなっており、これを突破された場合の終末段階用に PAC-3 等の地上兵器が想定されているね。しかし中国による尖閣諸島をはじめとする南西諸島方面への軍事的な圧力が年々増してくる中で、貴重な艦隊防空能力有するイージス護衛艦をこれまで通りに、ほぼミサイル防衛のみに従事させることは限られたリソースの配分の点からも厳しくなっていたぜ。そこでイージスアショアを配備することでイージス護衛艦の有効活用を図ろうとしたわけだが、前述したようにそれはブースター部分の落下位置を制御することが困難との理由で結果的に断念することとなったと思われるわけだ。個人的にはこれが今のタイミングであれば、イージスアショアを配備予定であった山口県と秋田県の2カ所に、そのブースターを空中で破壊する仕組み、例えばPAC-3や高射機関砲等を専属配置する案も出せたのではないかと感じるな。それらが確実にイージスアショアのミサイル本体から切り離されたブースター部分を、民間に被害を生じさせないように破壊できるか否かは断定できなくとも、今のロシア・ウクライナ戦争を見れば、本当の戦時には多少の犠牲もやむなしとの判断も下った可能性はあるかもしれないね。家庭の話をしてもしょうがないかもしれないが、何にせよ日本はイージスアショアの導入を断念したため、その代替手段を検討し再度そこで選択された手段を迅速に配備する必要があり、それがイージスシステム搭載艦2隻の新造と相なったぜ。当初はもっと大型な艦艇となるとの情報も流布され、一部でその規模に疑問の声も上がったイージスシステム搭載艦だったけど、その後は縮小修正され基準排水量で 1.2 万トン、全長で 190.0 メートル、全幅で 25.0 メートルとアナウンスされているね。それでも最新鋭のマヤ型護衛艦のスペックが、基準排水量で8200トン、全長が 170.0 メートル、全幅が 21.0 メートルであることに比べれば、イージスシステム搭載艦は一回り以上は確実に大きいことになり、海上自衛隊で最大の水上戦闘艦となることに変更はないみたい。現時点で防衛省サイドからはイージスシステム搭載艦には、主目的であるミサイル防衛用にアメリカ製の迎撃用ミサイル、SM-3 ブロック 2A 及び SM-6 を実装する予定だと説明されており、これでイージスアショアの役割をカバーする方向だな。これに加えてイージスシステム搭載艦では、先頃日本がアメリカからの調達を決定した、トマホーク巡航ミサイルの運用も行う予定であることが打ち出されており、かつ国産で開発中の1に式地対艦誘導弾の能力向上型の艦艇搭載用も予定されているというぜ、イージスシステム搭載艦浜屋型などの既存のイージス護衛艦と比べ艦隊が大型化されていることもあり、SM-3 ブロック 2A 及び SM-6 やトマホーク巡航ミサイルを運用するんく。41VLS の数は実に128セルとマヤ型から32セルも増加しているらしい。国産の1に式地対艦誘導弾の能力向上型の艦艇搭載用の運用については、マーク 41VLS には運用統合がアメリカ側の OK ができないため、専用の4連装の発射塔を別途2機実装すると目されているね。それじゃあ今回はこの辺で。わいよかったら、チャンネル登録してね。アメリカのロッキード・マーティンが中心となって開発された、第5世代ステルス戦闘機 F-35 ライトニング2については皆も知っているよね。アメリカのみならずイギリス、カナダ、日本などの同盟国空軍が運用している既存の戦闘機戦闘攻撃機、対地攻撃機を置き換えることを目的とした計画である統合打撃戦闘機計画、ジョイントストライクファイタープログラム JSF に基づいて開発された多用途戦闘機マルチロール機だな。さて、今回は韓国空軍が運用する F-35 の重整備問題について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、まずは F-35 について続けていくんだけど、アビオニクスなどはコンピュータによる情報統合を推し進められていて、ヘルメットディスプレイに情報が投射されるヘッドマウントディスプレイシステム HMDS よってパイロットの全周囲視界が確保されているなど、
開発当初からマルチロール機として開発されたために、制空戦闘機として開発された同じ第5世代ステルス戦闘機 F-22 ラプターと比較した際に、対地攻撃能力や電子装備の充実度合いにおいては F-35 が上回るんだって。また、JSF との名の通りにほぼ同一の機体構造が用いられた3つの派生型があり、基本型となる通常離着陸機 CTOL の F-35A、垂直短距離離着陸機 STOVL の F-35B、そして航空母艦の艦載機として運用される艦上機 CV 型の F-35C が同時に製造されていて、アメリカ空軍のみならず海軍や海兵隊でも採用され、西側諸国においても A 型と B 型を中心に導入が進められているぜ。日本の航空自衛隊では最終的に A 型105機と B 型42機を調達する予定となっており、STOVL 機の B 型は海上自衛隊の出雲型護衛艦出雲と加賀の空母化改修後に艦載機としても運用される計画だな。また、隣国の韓国空軍でも2022年までに A 型40機を購入し、そのうちの1機がバードストライクによって損傷し廃棄処分となったものの39機を運用していて、2023年12月にはさらに A 型20機の追加購入契約が発表されるなど導入が進められているのであるが、韓国空軍は F-35A のメンテナンスにおいて大きな問題を抱えているらしい。F-35 については JSF として開発された観点から西側諸国での導入が一気に進むとされ、短期間に大量の製造が見込まれていることからアメリカ本国のテキサス州にあるロッキード・マーティンのフォートワース工場の他に、イタリアのカーメリと日本の愛知県豊山町にある三菱重工業小牧南工場に FACO ファイナルアセンブリー&チェックアウト施設が設置され、アメリカで製造された F-35 の機体パーツが運び込まれて最終組み立てと検査が実施されているよ。また、機体のステルス性能維持やアビオニクスのメンテナンスなど重整備や、ブラックボックスなどロッキード・マーティンのエンジニアしか触れることのできない部分の、メンテナンス修理オーバーホールアップグレードを多数の機体に実施するために、国際整備拠点 MRO&U メインテナンスリペアオーバーホール&アップグレードが用意されており、本国のアメリカの他に FACO 設備が利用可能なイタリアと日本がそれぞれ欧州とアジア各国の機体を担当し、南半球における運用国であるオーストラリアの4国に設定されたんだ。アメリカ側のこの方針に従うならば、韓国は最も近い日本の MRO&U において自国空軍が保有する F-35 の重整備を実施することが時間的な面でもコスト面においても有利になるんだけど、過去の歴史において反日思想が根強い同国はこのことを嫌い、日本に自国空軍における F-35A 運用の実態を暴露することになるとして、自国の F-35A を輸送艦などに搭載してオーストラリアかアメリカ本国に送り重整備を実施すべきであると主張する声が高まりを見せていたよね。これについては日本に設定されている MRO&U が、韓国側が徴用工問題などにおいて先般企業として名指ししている三菱重工業が担当していることのほか、前政権の文在寅政権の過激な反日思想も拍車をかけていたな。日本の防衛省などの説明によれば、日本の MRO&U は航空自衛隊が運用する F-35A 型及び B 型だけでなく在日米軍と在韓米軍、そして韓国空軍の F-35A も受け入れることが可能であるとして、年間30機以上の重整備を受け持つことができるとされているのであるが、これまで反日姿勢を強めてきた韓国は同国空軍の F-35 を日本で整備することを固くなに拒絶してきたわけだ。アメリカ側では MRO&U を設置した国が担当地域の重整備を行うことで、その施設設置に投資した費用の一部を回収する仕組みとしているため、アジアに位置する韓国の F-35A はオーストラリアやアメリカではなく、アジア太平洋地域の MRO&U である日本の三菱重工業の施設を利用することを主張していて、韓国の F-35A は重整備を受けられない状況に陥っていたよね。そのような状況について韓国の革新政党である正義党に所属しているキム・ジョンデ議員が、アメリカが日本と日韓相互軍需支援協定 ACSA を締結した上で、
韓国の F-35A の重整備について日本の MRO&U を利用する圧力を加えているのは、F-35A の購入契約締結時に、アメリカが当時のパククネ政権との間で韓国空軍の F-35A の重整備を日本やオーストラリアの整備拠点を利用するとの条件が盛り込まれた契約に署名したためであるとして、韓国の F-35A の重整備をアメリカ本国においても受けることができるという選択肢を消してしまったためだとする主張が報じられたよ。キム議員はさらに、しかしながら実際に時間と費用を負担してまでオーストラリアやアメリカ本国で、重整備を受けることは国防費上のコスト面から見て現実的ではないとして現状では日本で整備を受けるしかないとも述べているんだ。しかし、それについてはチョンジュの空軍基地に配備された F-35A の整備を日本の先端企業に依頼しなければならない状況であることは屈辱でしかなく、韓国空軍が技術的に日本に従属することになり、容認するわけにはいかないとした上で、それを防ぐために韓国国内に F-35A の重整備を実施することができる MRO&U を誘致すべきだとして、チョンジュ空軍基地に MRO&U を誘致することを韓国国会で推進するべきであると主張したぜ。このキム議員の発言をしばらくは、この問題について目立った動きは見られず韓国空軍の F-35A の重整備は結局、日本で実施されることになると見られていたのであるが、アメリカ国防総省が2019年に F-35 のアビオニクス救命装備品膠着装置ケノピーポンプバルブ電力システムなど、400品目以上の修理可能品部品における世界的な MRO&U 体制の割り当てを発表したことで風向きが変わったな。国防総省のマット・ウィンター海軍中将によると、世界的に MRO&U 機能を展開させることで運用各国の部品入手性が向上され、F-35 の稼働率を高めることができるとして、2021年から2025年までにこれまでの日本、イタリア、オーストラリアの MRO&U に加え、イギリス、オランダ、デンマーク、ノルウェー、イスラエルにも部品を割り当てて修理体制を整備することが明らかにされ、ついで F-35 の配備機数増加に伴う修理需要の増加に合わせて、2025年以降はインド太平洋地域の日本とオーストラリアに加えて、韓国にも MRO&U 機能を拡大する考えが示されたよね。その後アメリカ国防総省は、北大西洋条約機構への加盟が決まり F-35 の導入を決定したフィンランドにおいても、機体やエンジンに各種コンポーネントの整備や修理を自己完結できる運用体制を構築することを認めるなど事態が進展し、2024年4月には韓国の防衛事業庁が F-35A の重整備について韓国国内で実施することをアメリカ側と合意したとして、2025年から韓国空軍の整備士をアメリカに派遣して教育を受けるとした上で、チョンジュ空軍基地内に設置される施設において2027年末から F-35A の重整備が開始されることを明らかにしたぜ。これを受けた韓国メディアも日本で F-35A の重整備を行うことで軍事機密情報が流出するという懸念の声が多かったが、空軍が重整備を直接行うことになったと報じていて、韓国の反日感情からその行く末が懸念されていた同国空軍の F-35A の重整備問題が決着したと見られているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録